lieber für ein Leben non rein. Du mir Sommer soll er über Fumer Wein. Wo er so jung kost so viel. Zembuku wa wasa bumi in the wine. Baini horse zembuka wa pisha mine. Wo stunk go out like a free.皆さんおはようございます、ゆっくりです。そろそろ毎朝、軽食なのは、かわいそうな気がしてきました。次にお金が貯まったら、コンロや冷蔵庫を置いてみようかな。家は、壁や床が結構高いので、外に置くことになりますが。そして、いつも閲覧やコメント、マイリスなどありがとうございます。今回も、のんびりと稼いでいきますので、よろしくお願いします。今回はオープニングを作ってみたのですが、毎回作るのはできないかもしれません。ご了承ください。ほんと作曲のロイヤリティが入りました。少しでも収入があるのはありがたいです。そして、リクシ君には、今日から、絵画も頑張ってもらいます。リクシ君の願望、豪邸王の第一段階に、絵画を15枚集める、というのがあります。家を建てるのがまだ先なので、気が早いですが、少しずつ稼ぎがてらスキルを上げてもらいましょう。建築モードに変更したのは、リクシ君が絵画をする間、ナガルさんにも、何か作ってもらおうかと思ったからです。木工用テーブルもいいけど、まだちょっと高いなぁ。あ、盆栽、これは何でしょう。初めて見たかもしれません。よし、ガーデニングスキルも上がるみたいですし、盆栽をやってみましょう。盆栽も、完成したら、絵画のように売れるのかな。サザエさんの波平さんが大事にしているので、高く売れそうな気がします。材料費、210シムオリオンはちょっとお高いですが、頑張ってみましょう。あと、リクシ君にも、ギターを買ってあげたいと思います。これで、二人でジャムセッションができると、楽しいだろうなぁ。ちなみにオープニングは、別データで撮っており、リクシ君のスキルは1なので、二人で同時に好き勝手に弾かせていました。よし、リクシ君の所持品に入れたので、オッケーです。それではナガルさん、ナミヘイさんや、盆栽マスターの西川兄貴をうならせるような盆栽を、頑張って作ってください。ベルカ、ハッ。しかし、もっさりした盆栽ですね。出来上がるのが楽しみです。リクシ君も頑張れ。おや、盆栽ができたようですが、これは。あ、チュビーン、ランチトゥール。はあ、グレネア。どうやら、盆栽は失敗、なのかな？あらら、ナガルさんが落ち込んでしまいました。せめて、鉢の色だけでも変えてあげましょう。グラフィー。ビーボー？悲しい、
気持ちになったまま、うつむいてゴミを捨てに行ってしまいました。リクシ君は、絵画を仕上げたようです。額縁に入れて、早速売ってしまいましょう。リクシ君の、初めての絵画の売り上げを喜んであげたいところですが、ナガルさんがテントに入っていきました。テントの中で、ナガルさんが泣いているようです。リクシ君も気にしていますが、ウプ主が何とかするので、もう一枚絵を描いて待っててね。ナガルさんが泣いているのを初めて見たため、ウプ主もちょっとおろおろしています。また、テントに入っていっちゃった。元気出して、ナガルさん。よかった、鏡で自分を激励して、元気が出てきたようです。よし、ナガルさん、辛い思い出は売り払って、もう一度盆栽にチャレンジしましょう。ナガルさんが、もう一度自信を取り戻してくれるなら、210シムオリオンくらい、なんてことありません。稼ぐのは、ナガルさんですけどね。今度こそできるよ、頑張って。リクシ君にも、頑張って絵画を続けてもらいます。ロシバ。よかった、本当によかった。ウプ主は、リクシ君に絵画を描く以外は何も指示していませんが、思わず二人の反応に涙が出そうになりました。偶然とはいえ、シムズの面白さは、自分には、こういうとこだなって思いました。そして、成功して、ご機嫌になって、若干調子に乗っているようにも見えるナガルさん。これもまた面白いですね。Clafete Brenatu. Bruhana Siwaba. Krimbal Doomba. Kajun. Wooni. Baldra Amaga Jagorg. Yves. Yafu. Oh, Yves. さて、リクシ君の絵画も描き終えたので、オアシス、スプリングスの公園に来ました。今日のグリルのメニューは、ベイクドポテトです。ご飯を食べたら、ナガルさんとリクシ君、二人でギターでチップを稼いでもらいましょう。Blinku, Rosipsa, Rivipa, La, Co, Shahizi, Compa, Shepi, Dima, Blavu, Ah,
これはひどい。でも、ナダルさんも最初はひどいもんでしたね。なんだかあれから随分経った気がします。どうも、作曲した曲は、楽器ごとに1曲しか使用許可を出せないようなので、ピアノのスキルを上げながらのチップ稼ぎです。リッチ君のバーテンダー姿も、少しずつ様になってきましたね。女性のバーテンダーさんが交代に来たので、リッチ君にはマイクでコメディースキルを上げてもらいましょう。すごい頭叩く音がしたけど大丈夫かな。Drivna Harfin. Dixie君、ちょっと眠そうですね。Ski Baba Febane. Frontman Garza.二人ともおやすみなさい。また明日頑張ろうね。